どうも、こんにちは、ヨシキです。というわけで、今回からかな今回からの動画なんですけれども、まあちょっとシリーズでやるんですが、本棚を紹介させていただきたいと思います。で、本棚を紹介するんですけれども、どうしてシリーズかと言いますと、えー、本の量が多くなったからです。はい。 ということでね、えー、見てわかる通り、えー、非常に本が多くなりました。えー、僕はねあの、読んでる方の中でもまだ少ない方だと思うんですが、えー、しっかりと紹介したいので、えー、今回からですね、本を紹介するシリーズということで、まあ、レーベルごとに分けてご紹介させていただきます。はい、というわけで早速ご紹介させていただきますが、えー、まずこの動画はね、えー、カメラの手ぶれがひどかったり、あ,あとはマイクで一応音は取ってはいるんですが、 えー、音質が変わっていたりするかもしれないのでご了承ください。というわけで早速いきましょう。はい、まず一番最初こちらですね。えー、さえのと、えー、追伸空事とと気ままで可愛いですね。まずこちら一番上の段なんですが、もう皆さんご存知の最下のからご紹介させていただきます。はい、サイナいヒロインの育て方、こちらがね、現在。 えー、もう一応完結という形にはなっているんですが劇場版の小説が出るかもしれないのでまあこの段はあれかなもうちょっと増えるかなで一応ねあの僕一番上の段に本棚の一番上の段にできるだけ完結した作品は置くようにしていますというわけでね、えー、まず完結した作品もご紹介させていただきます「えー、追伸空ごとに微笑んだ君へ」と「 えー、気ままで可愛い、病弱彼女の構い方え。こちらは2巻で終わっていて、こちらは3巻で終わっております。で、この追伸ですね。えー、これは僕がファンタジア文庫の中で一番推している恋愛作品です。こちらイラストもね、非常に素晴らしいんですよ。ラグ先生が描いていらっしゃるんですけれども。もう2巻も3巻も非常に素晴らしいイラストで。あとタイトルもすごくいいんですよね。うん。これはね、あの、本当にね、泣ける作品なんで、ぜひ皆さん、えー、 読んででいいただけると嬉しいです。これもね、あの、紹介動画出したいと思います。まあ、一応最の、最カ野とまあ、その他となっております。最カ野はね、えー、劇場版もやるので楽しみです。次いきましょう。えー、続きまして、6赤です、えー。この段は全部6赤になっております。現在、えー、本編と、えー、外伝というかメモリーレコードが4巻出ていて、合計18巻、えー、現在、刊行されております。6、え、で、ー、なし魔術講師とアカシックレコード、6、え、赤、ーまあ、は、 アニメも放送がされてもう終わってるんですけれども、まあ、アニメからまあ入っていくのもいいんじゃないんですかね。えー、この方はですね、えっ、ー、と別の作品だと、えー、ラストラウンズアーサーズだったっけなっていう新作も書かれていたりしますということで、まあ、こちらね、あの非常にねあのコメディ感が結構強いんですけれども、えー、しっかりと戦闘の描写だったり、その 魔術講師ということで、まあ、魔術についてのその講師としてのその教師のあり方とかっていうのも非常にすごく描なんだろよく描かれているのでね、えー、とても面白い作品となっておりますちょっと最近語彙力が足りないので、まあ、そこら辺はご了承くださいはいまあ録画家は本当に面白い押せる作品なのでねまずは一巻から読んでみたりまああとはアニメから入るのもいいんじゃないですかね はい、えー。続きまして、ゲーマーズです。こん、あれゲーマーズは今月か来月に発売される12巻で完結ということで、えー、っと、終わりとなりますが、えー、こちら非常に読みやすいラブコメとなっております。アニメも放送されておりまして、まあ、アニメはね、非常に見やすくなっておりました。本当に、まあ。アニメはアニメで面白かったし、原作は原作で面白いので、両方、えー、楽しむのが個人的にはいいかなと思います。 いやゲーマーズはね、マジで面白いです。あの、すごく見やすいっていうのもありますし、本当になんだろう。アニメとかラノベとか読まない、読んだり、あの、アニメ見たりしない方でも非常に見やすい作品となっているので、非常におすすめです。えー、続きまして、豚公爵ですね、えー。豚公爵に転生したから、えー、今度は君に好きと言いたい。こちら、各読むで、えー、連載されていた作品が、えー、文庫化したという作品となっております。 こちら現在7巻まで、えー、来ておりますがこちらねこちらもまたねイラストもいいし内容も面白いということでねえー、っと主人公がマジでかっこいい本当にもうこの作品はねあのウェブでも公開されている作品なのでまあそちらで読むというのも一つの手ではないでしょうかはい続いての段ですね、えー、イモイモですはいイモイモは、えー、現在7.5までありますが8巻がこちらに待機しております まあアニメはあれこれ言われましたが原作非常に面白いので、えー、ぜひ皆さん原作から個人的には原作が好きなのでまあアニメ見るよりは原作読んだ方がいいかなと思います続きましてひよたの彼女ですね、えー、ひよたの彼女が俺の持ってるエロケに興味津々なんだが、えー、こちらに、ね、アニメ化するかなと思ってたんですよねあのドラマ CD も出てたしなんですけれどもまあアニメやんないなという感じで現在10巻まで、えー、発売されております はい続きまして「あ暗い続きまして、えー、放課後は異世界喫茶でコーヒーを」こちら非常にいいなんだろうなラブコメというわけじゃないんですけれども、まあ、まったり読める作品で非常に僕はおすおす,すめかなと思います現在5巻まで刊行されていますが、まあ、まだなんだろう買いやすい量かなうん5巻なのでね、えー、結構買いやすい量かなと思うので是非手に取ってみてはいかがでしょうか 続きまして、えー、通常攻撃が全体攻撃で2回攻撃のお母さんは好きですかということで、こちらね、僕はまだ3巻までしか買ってないんですが、今ね、何巻まで出てんだろう ?8 巻ぐらいまで多分出てると思うんですけれども、僕はちょっと3巻で挫折してしまいました。アニメ見てから、そう、アニメがこれから放送されるので、アニメ見てから、ちょっと今後買うか決めようと思います。続きまして、VS、えー、フェアリーテイル、あ、手ぶれが広い。そう、これはね、あの、紹介させて、 これ、内容も面白いんですけれども、表紙外表紙外え、こちら、イラストレーターさんがね、あの、レイヤー先生なんですけれども、マジでこれはいいぞ。マジでね、本当とに、VS フェアリーテイルは中身が面白い。あの、バトルものなんですけれども、あ、なんだろう、う厳密には、えー、異能力系のバトルアクションかなに入るのかなうん。 なんですけれども、非常に面白い内容なんですが、2巻以降が出ない。うーん、僕は早く3巻が読みたい。えー、続きまして、えー、ファンタジア文庫、何回かな何回か忘れちゃったけども、えー、ファンタジア大賞の大賞作品です。えー、金は歯医者の回りの。こちらね、あの、イラストレーターさんもね、あの、美香先生なんですよ。もう、美香先生がイラストということで、現在3巻までこう、刊行されているんですが、まだ手に取れ、取りやすい作品かな。えー、内容も非常にね、 結構奥深くまで入り込めるような面白い内容となっております。なんだろう、ダークファンタジーじゃないけれども、ちょっとダークな感じがありますね。ファンタジーじゃないです。はい。えー、続きまして、陰キャの俺とイチャつきたいってマジかよ。えー、こちらね、えー、イラストっていうか表紙買いです。はい。えー、これ結構観光されて後から買ったんですけれども、えー、イラストレーターさんですね、ッ田先生が僕好きなので、まあ、こちら、イラストで買っちゃったんですが、内容も面白かったです。 えー、3巻で完結ということで、非常に短いので、結構手に取りやすいと思います。うん。あと内容も結構読みやすい内容となっておりますね。結構しつこくないラブコメですね。うん。僕は好きです。えー、続きまして、ファイフステルサーガー。えー、こちらはですね、えー、この欄2019の新人の作品で入っていた作品で気になっていたので買った作品です。えー、現在2巻と3巻がですね、えー、こちらに控えております。えー、こちら、ファイフステルサーガーは戦記ものなんですが、まあ、なんだろう、よく練り込まれたストーリーで、 えー、非常に重厚感があって僕は大好きです。続きまして、僕はリア充絶対爆発させるマン、えー。これは完全に表紙外です。はい。ほら、イラストいいし、あとこのね。なんか見たことあるでしょこの感じ。わかるでしょわかる方にはわかる、えー。画面がこれ以上明るくならない。というわけで、えー、ファンタジア最後の棚です。クラスのギャルとゲーム実況。これ2巻までしか出てないので3巻早く出ないかな。えー、こちらタイトル通りの作品となっております。 続きまして、編集さんと JK 作家の正しい付き合い方、えー。こちらね、あの、なんだ、お仕事物にハマっているときに買ったんですが、2巻以降出ないです。結構多いよね、こういうの。えー、続きまして、上村先生の作品です。えー、上村先生だと、えー、なんだっけ、俺を、お前をオタクにしてあるから、俺をリアージュにしてくれとか、えー、俺と彼女ともえよ、ペンとか書いている作家さんです。えー、僕は前から知っていましたが、えー、ラノベを買うのは初めてです。 といいうわけでで非常に面白い内容です、まあ、今作はね、同性から始めるオタク彼女の作り方というわけで、まあ、これも非常に読みやすい感じのラブコメとなっておりますので、ぜひ読んでみてください。結構してます。えー、続きまして、ロード・オブ・リライト。手ぶれひどいなえー、こちら、ワードマスターですね。金色のワードマスター、書いている作家さんです。えー、僕、そっち読んでないんですが、まあ、気があの試し買いというか、で1巻買ってみて、2巻以降買ってないという感じです。あピントが合わない。 ピントが合わない。あえはい。というわけでえ、続きまして、僕の日常が変態に侵略されてパンデミック。これ言うことないです。えー、恋愛史上都市のカップルということで、えこちら2、3巻以降出てるんですが、1巻しか買ってないです。お助けキャラに彼女がいるわけないじゃないですか。これも2、3巻以降買ってないです。続きまして、えアジャンスマンですねえ。タイトル長いので読みません。こちらは非常に面白かったので、2、3巻が2巻以降か、2巻以降早く出てほしいなという感じです。 続きまして、えー、オタビッチの綾崎さん。えー、こちらはね、あの、表紙買いしてしまいました。イラストレーターさんがね、あのー、風の子先生でした。はい、という感じで、まあ、以上がファンタジア文法になるんですが、いかがだったでしょうか結構これだけでも、内容濃いでしょもうこれでも10分以上撮ってしまっているので、まあね、 電撃文庫とか、画家が文庫とか、ね、その他もろもろ紹介していたら、どうしても時間が長くなってしまうので、まあ、今回はこれにて終了させていただきたいと思います。というわけで、えー、気になった作品あったかと思いますが、気になる方はぜひ、えー、調べてみてはいかがでしょうか。というわけでございまして、今回は、えー、ファンタジア文庫の紹介でございました。 え次は何の文庫かな多分電撃文庫がガガガになると思いますがどうぞよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。またねー。